はい、どうも、メンヘラおじさんです。おはようございます。昨日の晩にですね、やっとこさ、登録者は、1190人、で、こっちが本番ですね。総再生回数が100万回突破することができました。本当に皆さん、ショート動画でね、見てもらえたことが、大きいんですけれども、でも、100万回っていうのが一つの区切りかなと思っておりまして、コミュニティの方にも書かせていただきました。いいねをしていただいたことはありがとうございます。そして、今まで見ていただいてありがとうございます。本当に。で、これからもね、変わらずコツコツ積み上げれたらなと思います。で、ノーネームさんからもいただいてたんですけどね、投稿本数、今出してるだけで2500本あるんですよね。なので、本当にコツコツやってきた結果かなと思ってますし、結果かなと思ってるんですけれども、そこだけ、なんていうんですかね、おじさんのことをですね、目にかけてくれるというか、見てくれて、登録してくれて、何回も見てくれてっていうことをしている方がいらっしゃるからね、ここまで来たんであって、本当に皆さんには感謝してます。ありがとうございます。はい。だからといって、何かお渡しすることはできないんですけども、今後ともその暇つぶしぐらいにね、見れるような、おじさんの、Vlog ですよね、ちょっと延長線上っていうような形で、喋っていけたらなと思います。サラリーマンで順調にいってる人じゃない人たちとか、あるいはメンタルとか、婚活がうまくいかないとか、何かうまくいかないっていうようなところと、あと私がたくさん資格を持ってる、あるいはメンヘラなことが、いろいろ経験値として溜まってる、ダメなところが溜まってるっていうようなところを引き出しながらね、そういうのをチャンネルに盛り込んでいければ、もうちょっとこう盛り上がれるんかなと思ってます。もちろんコンプラ意識してっていうことなんで、できることは限られてるんですけども、限られている中でもやられることっていうのがこうやって積み上げていくことでどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、21時30分から土曜日ライブ配信ということでライブ配信もするんですけれども、僕は変わらずに動画をパカパカ作っていくというようなところかなと思ってます。で、そうですね、ここからは目標をですね考えないといけないなとは思ってるんですけども、一つは、言うたら企業のですね、そのオフィシャルのウェブチャンネルっていうんですかね、YouTube チャンネルの、規模を抜いていきたいなとは思っています。登録者数で抜くっていうのは、まだまだなんですけれども、視聴回数では、言ったら、今からであったら多分500万、600万ぐらいのですね、チャンネルさんを抜くことができるとは思ってるんです。思ってるっていうのは、今で言うと、ご飯動画が1000回ぐらい回るわけですよ。なので、今2500本を出してるから、多分もう2500本ぐらいは出せるはずなんですよ。っていうことを考えると、カチャカチャカチャチーンってもう、だから頭の中で数百万再生は、立てられる見込みっていうのが立ってるんで、それをじゃあ110万、120万で積み上げていったら、多分1年で、100万回ぐらいは行くんですよね。っていうことを考えたら、長期で見て、そういうところまで追い抜けるぐらいまで行くかなと思ってます。単純にやれば。で、しかも登録者数も増えてるので、リーチが、もっとすごくなってるんでですね。そのスピードはそんなに、現状と同じじゃなくて、もうちょっと速いスピードで行くのかなと思ってます。で、それに伴って、登録者数も徐々に増えていけばいいなと思ってます。登録者数ってなかなか増えないんで、もう本当に地道にやっていくしかないかなと思ってます。で、ショートで見てもらって、本編のちょっとチラ見してもらうっていうところで、やっていけばいいなというところですね。正直なところは、視聴回数じゃなくて、登録者が、1万人から3万人ぐらいになりゃいいなと思ってるんですけども、まだまだ、道半ばというところで100人ずつ積み上げていければなというふうに思ってるところですね。はい。あとは、チャンネルに関しては、収益ですかね。月1万円ずつぐらいですね、収益が入ってこれるような状態になれば、少し、またやる気が一段と上がるんじゃねえかなとか、株ですね。株借金の動画がですね、もうちょっと、できるようになるかなっていうようなことは考えています。それと、あとは、登録者が増えることに
によって、まあ、お店、紹介とかできるようになればいいなとは思ってて、まあ、そういうことも、言ったコンテンツとしてできるようになればね、個人的には、いいな。プラス、まあ、そのチャンネルを見ていただいた方にですね、そのお店のサービスで、まあ、ドリンク一杯サービスとか、なんかそんな適当でもいいんですけども、なんかそういうのが、増えていけばですね、やれることも増えてくるんで、いいなというふうに思ってます。まあ、それに、伴って、オフ会もね、頻度を増やしていければ、まあ、なお良いかなというふうな、目論みではおります。まあ、いくつもあっちもこっちもあるんですけども、まあ、本当にやれることって本当に動画を一個一個積み上げていくことだと思ってるんで、その気持ちを忘れずにね、やっていけば、おそらく次の、まあ、言ったら、200万再生、300万再生もいけるかなというふうに思ってます。で、それだけの見込みが立って、てるようになりましたというところですね。なんか本当に、おじさんのチャンネルなんて誰が見んねんと思ってたわけですよ。美少女じゃないとあかんし、で、まあ言うたら声がいいとか一芸持ってないとダメだと、まあ言うたら資格も1級 B とか CAP レベルじゃなくて、まあ宅建持ってたりとか、まあ宅建はまあなんとかなりそうなんですけども、宅建であったりとか、まあ司法書士とか税理士とかね、そうなんじゃないとそのチャンネルの専門性としては優位に立てねえよとか、なんかまあいろいろ思ってたんですけども、キャンプのね、ヒロシさん曰く、やっぱりタダで拾える宝くじなんだから、もう拾ってやってみりゃいいじゃんと。で、成功したら見られるけども、失敗してもね、どうせ見られないだけなんだしっていう、その言葉が、個人的に響いてて、で、まあ、こっちとしてはずっと YouTube 上げ続けてたわけですけども、そういう気持ちでですね、本当に一つ一つ、まあ、丁寧にとは言わないですけども、まあ、ポン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 動画を出せるようにね、頑張っていけりゃな、というふうに思っておりますので、まあ、これがまあ、100万再生いった時の、まあ、なんですかね、感想動画になります。はい、よろしくお願いします。以上です。